皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は悪玉ドライブの5話でございます。さて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 、入っていきたいと思っておりますので、 Let's go、 始まりましょう。新幹線じゃ金庫車庫。これで黒猫の依頼はクリアしたわけだろう。いろいろ楽しませてもらったぜ。どっか行っちゃうのか喧嘩屋。いや、それが喧嘩や、もうライフじゃないですか。それにまだ報酬の10億もらってないけどいいの？金なんてせこいもん。てめえらにくれ。お金がせこいと。お金いらんや。純粋なやつやな。ピュアファイター。死んだら負けですよ。誰が死んだら負けだって。まあ喧嘩屋さん知るやと思ってないからね。兄弟のやりたいようにやらせてやってくださいよ。あ、期待をチンピラ。おい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 一緒に行けよチンピラさん。お、どういうこと？追い出しただけではダメなのか。配達せなあかんってことか。まあ配達兄さんの仕事あったよね。でも僕たちの目的地となるある場所は関西にある。なんで関西行こうとしてんだろう。まだ一緒に行動しててもいいんじゃないかな。関西のどこだ、お前たちの目的地は。それはここから出たら話すよ。おい、教えてくれよ。同西震災橋やろ。震災橋の2丁目のあのバーのウェイトレスが可愛いから行きたいなって。そういう話やね。おう、もう決意決めたのか。新幹線で黒猫さんの話聞いてましたよね。聞いてましたよね。どうしてこのまま関東に行っても消毒ゾーンに入って死んじゃうんですよ。消毒ゾーンだけどさ、あいつらが入ってた僕には大きなチャンス。荷物の中だったら大丈夫やろ、きっと。想像できますか。何をやっても退屈な毎日を。心を満たすものがないかと探してみるけど、結局そんなものは見つかりはしない。なるほどね、関西足りないと思ってる。毎日飽きることなく、毎日楽しみ、毎日新鮮な感情が込み上げてくる世界があるかな。まあじゃあ行ってらっしゃい。だから僕は関東に行くんだ。楽しんで。でも今はいいんじゃないか。世界の相手をし続けるのはまっぴらごめんです。だから僕は命をかけてもこのチャンスをつかみたい。そんな命あっての人生ですよ。ハッカー忘れてないかい。首輪の爆弾自分取れるでしょ。そんなここにいるやつらみんな気にしてないでしょ、首輪なんか。こいつだけ気にしてるだろ。本当に死んじゃったら意味ないじゃないですか。可愛い子を旅にさせようっていう話ってあるじゃないですか。ハッカーさん送りましょう。おお、かわいいの、ドローンくん。そうだったっけ。お、かっこいい。じゃその時まで持っとけや。喧嘩に壊されないように。サイバーボーンク。やかましょ、I don't give a damn! パタ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 Kiss me, oh, kiss me, kiss me, oh, 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 kiss me, oh, kiss me, kiss me, oh, kiss me, kiss me all day, oh, oh, kiss me, oh, kiss me, steal the world, falling down. Ayo, ayo, ayo.
Kiss me, oh kiss me, kiss me, oh okay. Kiss me, oh kiss me, still the world, oh call me on. 現代によれば Kiss me, kiss me, oh game on. Kiss me, oh kiss me, still the world. Pa, hey.Oh, hey! お前ら死んでねえのかよ。あと数分遅れていれば、俺たちは間違いなく墓の中だ。それは恐ろしい。墓の中に入れるもんなんてなかったかもしれんが。悪玉は？あ！あいつらは？あいつらはどうなる？あいつらはもうダメやな。新幹線に乗ったまま関東死んでるだろ。向かった。までしかわからん。そうですか。てことは成功してる。超サイコパスみたいな感じじゃないですか。あのまま進んで助かるとは事実だ。怖いよ、顔が出てくるの。関東に送るはずであった新幹線の供物が奪われたそうだ。供物が奪われるとは、チャイちゃんやばいぞ。もうやばいぞ。これ以上の恥なんかねえんだよ。いやおばさんもあの二人の処刑家も結構ピンチですね。果たして我々の悪玉友達が無事に関西に戻れるのだろうか。絶対なんたらって。でもまあ雨宿り見つけたじゃないですか。バリアかっこいいよね。こいつらいろいろ魔法できそう。僕たちの持ち物に殺傷機能がついているものはない。なるほど。な、準備ってどういうこと？お前たちの届け先を教えろ。こっちもダラダラしてるほど暇じゃない。仕事のことになるとせっかちだね。ほんませっかちや。運び屋は。僕たちの目的地、そこは。ちょっとその前に。ちょっとその前に。お前ら誰？誰じゃなくて何者か。でも気になるよね。なんかアンドロイドとか人間なのかとか分かんないし。何でもお金ってか、どんだけお金持ってんだろうか。でも喧嘩はお金に興味ないし。私たちとあんたたちの関係をつないでいるのは報酬だけだと本気で思ってるの？あのドレッドゴリラやハッカーの坊やを見てたら、ゴリラが強いのかって。おお。バカなこと言ってるなこいつら。ここでもノー言うのは信頼関係。頭のいい坊やならわかるでしょ。てか殺傷的なものを持ってないとか言ったけど、この首は殺傷的なもんじゃん。あ、守ってるの。事情はありますよ。新幹線の金庫の中にいたなんてよっぽどのことですし、そのよっぽどのことが重要だって言って。詐欺師って本当すごいやつよな。関東の何かよ。本当にかばうの？そんなレベルの話じゃない。おそらく。でもこれは全部詐欺師の。この先あんただっていろいろ面倒でしょ、詐欺師。これ全部詐欺師のあれですよ。もうもみもみしてるよ。この二人を自分の味方にして。あんたその情報欲しいんだったらくれてやろう。でも方法が違うと。ただの弱い者いじめなのでは。は？こんな小さい子供たちに大人が威圧的な態度で無理やり言うことを聞かそうなんて弱い者いじめですよ。弱い者いじめになっちゃったのか。雇い主だけどねこの二人は。いやお前怖いよ。いじめはダメだろ。喧嘩にしとけよ、医者。
限界やわ。お前いじめ嫌いか。時間の無駄だ。お前らのクソどうでもいい意見で仕事が止まるのは真っ平ごめんだ。運び屋さん、受けた仕事は 100% 完遂する。うん、その相手がたとえガキであったこいつ一切気にしてないんだよな。もう昔の忍者家のようになんかギョイって何でもやるみたいな感じです。何です？これ重傷ですか？この数字は座標さ。この座標が僕たちの目的地。読めねえ。万博パークだ。もうちょっと分かりやすい文字にできなかった？万博パークですか？万博パーク、聞いたことないっすね。何万博パーク。万博パークある。万博パークゴルフとかある。なんじゃこれ。万博パーク聞いたことねえわ。大阪にある。あー、祭りとかやってんだ。餓死するよ。あの水とか食べ物ぐらいは提供するよ。食べ物も食べ物。ああ、でもそれはあなたたちのなんだし。これからじゃん。蓋を閉めて食べたい料理を言って。おい、ちょっと魔法じゃん。開けごま的な。たこ焼き。おい、関西人かよお前は。一番最初のシーンはたこ焼き食ってたよね。そういえば運び屋さんと一緒にね。メニューってどこにある？お、ちょっと、博士って誰なのか、ちょっと近づけたな。おう、やば、追い出された。おいしそうやな。わ、肉だ。めっちゃ肉。あ、ワインとパンですね。マシュマロ。それ、おい。おいおいおい、ラーメン出せや。なんでよ。ちょ、たこ焼きが良くて、そういうワインとかたこ焼きが出て、お前おにぎりかよ。やっぱりお前もたこ焼きか。俺もそう思った。意味が分からへん。運び屋さんはたこ焼き好きなんですか？初めて会った時も食べてましたよね。他のクソまずい飯よりマシなだけだ。ほんの少しだけな。ほっぺハムスターみたいになってますよ。あなたたちも何か食べないと。せっかく博士さんが持たせてくれたんでしょ。ああ、でもこいつら、僕たちは食べなくても平気なんだ。食べなくても大丈夫だったら何でもらったの？博士の。お腹空かないの？空腹を感じるだけで飢餓感はないんだ。ん？空腹も嫌な気持ちじゃん。俺も空腹感じ始めた。めっちゃなんか食べたい。口開けて。家にスナックないかな。いや、もらおんかい。おいしいやろ。これで近づけてる。詐欺師、うまいぞ。お腹温かいの。真剣ですね。こんなことで騙せるのはあなたたちぐらいね。これで二人を自分の手の内側にこうやって転がすんですよ。あ、うさぎちゃん。人生いろいろって書いてあるの好き。あ、なんか変わった。冬虫、夏虫、どういう意味？研究施設。九州工場。嬉しいんだね。貧乏となりきんってなってる。おい、九州で作られてんじゃん。キャントじゃねえやん。なんか殺傷兵器とかもあるぞ。何でも作れる。お前怖いぞ。緊張と
何になってる？今昔とギリって書いてる。脳みそって言ったお前。怖っ。いやこいつら名前いろいろ変わる。大変。読むの。思ったよりも元気そうだな。どうやら悪運は強いよ。あ、やばいぞ。ボス、わざわざすみません。こんなところに。で、わざわざ見舞いに来たわけじゃないんでしょ。察しがいいな。一応重症患者なんで手短にお願いしたいですね。軽口を叩く余裕があるなら多少シビアな話もできそう。わざわざ来たんですね、この二人喋るのに。悪玉討伐を任せたにもかかわらず、ホテルに続き新幹線での失態。はい。責任は非常に重い。非常に重いね。OK。悪玉たちは生きている。生きてるだけではなく、格好のものを、金庫のものに取って家に帰ってるから。やば、完全失態。頭がはっきりしていれば理解できるだろう。完全敗北。そういうことなんでしょう。処刑家の大失態。処刑家始まって以来の大失態だ。大失態だ。処刑について関東から直令が下った。処刑家の総力を挙げた掃討作戦を実行する。ボス、私たちにもう総力をさ、で全員がやるってこと？怖っ。恐ろしい。でもわざわざ来てるよ。これいいに。なんか裏の目的があるような。人を首するとか、禁止処分するんやったら、遠距離でも送ってたじゃない。メールとか何かで。いいのかそれで。師匠はそれでいいんですか。いいのかな。こいつにもでも考えことはあるでしょう。どうするつもり。政府の考えてることはよう分かんない。まあみんな襲ってくるでしょう。包囲網って何ですか。この世界で関西っていうのは町の名前に過ぎないの？よかった、一眠りできそうだぜ。僕も寝よう。夢の中で人いっぱい殺そう。ちょっと。はい。なんですか？見せてもらったわ。あなたの人心掌握術。人心掌握術。油断しないことね。そのかまたどぼりは私には通じない。そんなつもりは。まあとりあえず詐欺師という名でもあるし、彼女は人と名付けるのねすごくうまいっていうのもあるし、それだけお前どんな夢見てんだよ。てかこの中で寝るな、詐欺殺し屋野郎。まあ疑われるのは当たり前やと思うよ。いいって思ってます。この二人結構素敵なカップルになれる？なれるかな？運び屋さんは命を優先するものってありますか？何の話だ？仮にですよ。今回の仕事仮にですよ。落とさないと成功しなくて、でも逃げれば命は助かるって状況になったら。こいつ結構ギリ固いもんね。そもそも俺に失敗はない。おい。仮の話ですったら、お、仮といえば。結局結論ないんかい、この話に。たこ焼き屋の前で運び屋さんが落とした500円。こいつイランに言ったやん。イラン、落とした金は縁起が悪い。縁起悪いわけちゃうやん。この500円のせいでこんなことになって。何言えないの？じゃあさ、こいつに仕事させたらいいやん。500円で
これをあそこまで持って行ってくださいみたいな仕事さしたら、お、音楽がやばい、全員超エグい数、超 S 級悪玉斜め、あっちこっちにいる処刑か、全員一層だ、怖っ。いえ、町のすべてのコマーシャルとかは全部これになってる、指名手配、怖っ。殺人鬼、ハッカーもハッカーいないけどね、存在意義である、恐ろしい。いや、もう師匠いねえよ、師匠どっかにも行ってるんですよ。いや、あのさっきの師匠の顔見なかった？なんか納得いかんとか、死んでもいいから必ずあの悪玉野郎でも倒してくるとか、そんなことを思っていた。死刑課本部、いちゃうのね。あれですか、運び屋さんの言ってた入り口って。しかし、あそこを抜ければ高槻まで行ける。まさに運び屋の裏ルート。しかし、みんな彼らがいるところ別に分かるわけじゃないよな。ってことはコサコサ作戦で行けるかもしれないね。消臭剤作っとこうかしら。ガキどもは俺のバイクに乗れ、運んでやる。おお、お前早くね、どうやってここに来れた、そんな早く。てか場所よう分かった。これね、詐欺師の体やないですか。いろんな、これハンコついてるんだけど、なんかそれ入れ墨なのかな。あ、でこの人が、運び屋さんですか。でこの人は医療おばはんですよね。もう体にいろいろこの縫い目が入ってるみたいな。この肉大好きの喧嘩屋おじさんですよね。あ、おじさん、オーライ、あしかさい、波風。今のハッカーかな。そして1000円持ってるぞ、チンピラ。ああ、1000円超高価って。で殺し屋、殺人鬼、めっちゃ刺さってる。 Let's get loud, OK。 ほいで、これ猫なんですけど、実はもう猫じゃなくて、あの2人の、関東ピープルの顔を見せるべきなんだよね。あいつ人間なのかアンドロイドなのか、もう超わかんないんだけど。 C パート、全員処刑する。彼は決めた死の覚悟。ブラザーって書いてる。喧嘩屋のことか、ブラザー。もしかしたら今回でハッカーは、まあ、死んだとして、次では喧嘩屋が死ぬことになるのかな。どん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 とストーリーは進んでいくんだろうか。皆さんもご視聴ありがとうございましたと、これからもぜひご覧いただければと思いますので、 Until next time, goodbye. お気に入り。